どうも、佐々木朝日のビログチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、こちら薬用メラノ CC シミ集中対策美容液をご紹介していこうと思います。ダブルビタミン浸透、シミ、ニキビを防ぐ。結構ニキビとかニキビ跡の質問が多かったりするんですよ。だからね、どうかなっていうふうに思って、今日はね、紹介しようと思ってね。で、中身ドロン、こんな感じ。メラノ CC って書いてある、こういうチューブ型のパッケージになってます。で、結構ね、口コミとか見てても書いてあったんだけど、なんかクリームとかが出てくるのかと思ったら、これ液体なんですよ。しかもね、先がね、こういう面白い形をしていて、一滴ずつポタって垂れるようになってるの。垂らすよ。あら、溜まってきた、溜まってきた、溜まってきて、ポタ、溜まってきて、ポタ、溜まってきて、ポタみたいな感じ。この出てくるところしか空気に触れないと思うから、すごい清潔に使える気がする。で、見えますかね、こう垂れてきちゃうぐらい柔らかいテクスチャー。なんかね、オイルみたいな感じかな。で、香りは結構なんかビタミン C って感じの、なんかレモンみたいな、そういう感じの香りがするね。で、オイルっぽいんだけど、ヌメヌメとかベトベトする感じではなく、どちらかというとサラッとしてて、で、乾いてくると、なんか触ってる感じは、あのみかんとかを剥いた時に、ちょっとみかんの皮の汁とかがついたってさ、ちょっときしむ感じするじゃん。そういう感じなんだよね。細かい説明する前に塗っていっちゃっていいか なんか化粧水塗ってるだけだから、ちょっと乾いちゃうから。ここにはね、1回4から5滴で1日1回使ったら5、6ヶ月持つって書いたんだけど、適当なんだけども、結構あの軽いから多めに私つけちゃってるんだけども、私はまあ顔全体とか、あとここら辺の自分のシミが気になるところとかを集中してつけていたりするんだけど、あのニキビの子とかはね、こうニキビにピンポイントで、ちょっとね、ニキビあったらよかったんだけどちょっとないんだけど、例えばニキビあったみたいな感じの時だったらね、そういうところにつけたりとか、あと大人ニキビとか、こういう U ゾーンにできたりとかする人とかはね、こう U ゾーンつけたりするといいみたい。私はもうこんな感じでざっくり顔全体になじませるように最近ちょっと使ってました。で、口コミ見てると、あのもうピンポイントで、ここちょっとニキビできそうだなとか、ニキビ跡気になるなみたいなところには、あのコットンをちょっと小さめに、そのニキビの大きさにカットして、で、そこにこれを染み込ませてコットンパックする。あとはその上になんかカット板かなんかつけて、もう固定してちょっと放置しておくっていう風にすると、こう赤みが抑えられてきたりとか、ニキビの、ね、予防になるみたいな感じでね、書いてありましたよ。で、あとはクリームで蓋するっていう感じかな。で、さっきみたいにこれだけだとちょっとこうきしむ感じがあるんだけれども、化粧水塗った後だったらそこまで気になったりはしないかな。そしたらちょっとクリームで蓋だけしちゃいます。あー、落ち着いた。そしたらじゃあこのメラノ CC もうちょっと説明していこうと思う。中に紙が入ってるから。ダブルのビタミン有効成分が効く、活性型ビタミン C 効果とビタミン E 誘導体効果ですね。で、この活性型ビタミン C っていうのはシミの元にダイレクトに効いて生成を抑制します。ビタミン E 誘導体は血行促進作用で健やかな肌を整えていきますって書いてあるね。で、シミの部分はね、私ちょっとまだ使って浅いから何とも言えないんだけど、でもあのシミってやっぱりビタミン C がいいって言うじゃないですか。だから入ってるものはね、いいと思う。で、ビタミン E も血行促進以外にも抗酸化作用とかもあって、あのあれですよ、私も最近動画で上げたココナッツオイルとか、あと今流行ってるアルガンオイルとか、ああいうのも抗酸化作用でビタミン E 入ってるから、ビタミン C とビタミン E がね、直接入っていて効きますよと。で、2番目、有効成分がより深く浸透する。3番目、浸透性と使用感にこだわった液タイプ。さっき言っちゃったね、液タイプ。このパッケージだとさ、ちょっとジェルっぽいのが出たりとかさ、クリームっぽい感じするじゃん。でも液体なの。逆に液体だし、使う量って本当に数滴だから、めっちゃコスパはいいと思う。ちなみに1000円ぐらいで買えると思う。特価だったらもうちょっと1000円切ることもあるし、 Amazon で見てたら880いくらかな、
とかで売ってました。下にリンク貼っとくね。でもすごい安いでしょ。なんか安くて逆にちょっと心配になっちゃうぐらいなんだけど、でも口コミは本当に良かった。でこの4番目ですよ。ニキビ予防の有効成分も配合、抗炎症成分グリチルリチン酸ジカリウム、そして殺菌成分も入っております。私は体質的にニキビができにくい肌だし、あとこのニキビ跡が気になるみたいなことがねないから、もう完全に口コミサイトの情報でしかないんだけれども、こういう成分が入ってるからニキビ予防になったり、あとはこのビタミン C とかのね E とかの力で色素沈着しちゃったようなニキビ跡とかもこう和らげてくれるような効果があるのかなっていうふうに思います。そしたらね、面白い実験教えてもらったから、これを見せて終わりにしたいと思います。シミとかニキビ跡とかそういう色素沈着しちゃったメラニンってこうどんどん酸化していくことによって色がね濃くなっていくんですって。でそれをビタミン C の力で還元することでどうなるかやってみましょう。使うものはこちら、お水、そしてうがい薬、そしてこちらのメロンの CC でございます。ただの水道水ですね。でこれにうがい薬を数滴入れて、この中の色をね変えていきます。ポタポタポタ、はい、こんな感じね、白い肌がこんな感じでどんどん色素が沈着してってメラニンができている部分だと仮定してください。うがい薬って要素なんだけど、別にあのメラニンが要素でできているってわけではないけど、まあ、こういう感じで、ね、ここでメラノ CC ビタミン C を入れていきますね。こんな感じでメラニンが強くなってきちゃったところに入れていきますよ。ポタポタ、何滴かな、どのぐらいなんだろう、7滴ぐらい入れましたね。今こんな感じ、何も変わってないじゃんって思うでしょ、思うでしょ、見ててね。おお、変わった、すごくない、マジックすごっ、これ何回やっても驚いちゃうんだけど、私すごいでしょ、こういうことです。でビタミン C って強力な還元作用があるので、紫色だったヨウ素、無色透明のヨウ素イオンに変えてしまったというわけですね。すごい、すごいでしょ。これはね、あの極端な例ですけれども、ビタミン C がこう酸化を還元させてくれるっていうことは分かってくれたんじゃないのかなっていうふうに思います。はい、でまあね、さっきも言った通りコスパが良かったり、お値段もそんなに高いものではないので、まあ、手が届きやすい値段ではあるから、学生さんとかでもこうニキビ予防だったりとか、あとはシミとかは気になってる方でもね、ちょっとね長めに使ってもらって、ぜひなんか効果あったよって方がいたら、コメントで教えてください。ニキビとかね、聞いてみたいの。これからあの紫外線もねどんどん増え出す時期に入ってくると思うので、そういった時にもビタミン C はねいいと思うので、ぜひご興味ある方はチェックしてみてね。それでは今日はこんな感じで終わります。それじゃあまた明日。バイバーイ。